どうも、哲学徒です。今回はストーリーを進めていくと解放される要素として、宝石のね、装備への装着と、あと強化方法についてね、ご説明していこうかなと思います。ストーリーを進めるとですね、宝石職人の、元で、宝石をね、ソケットにはめるっていうことができるようになるんですけど、宝石職人に話しかけてもらって、取引を押すとですね、こんな感じで、装備品の中にね、こうやってソケットがついてるものあると思うんですけど、こういうところにね、宝石が余ってれば宝石はめることができて、で、今、トルマリンのランク2がはまってるんですけど、トルマリンのランク2がついてると、プラス16ダメージが入って、で、さらにですね、このトルマリン、たくさん、ドロップ品がね、集まってきたら、強化することができて、ランク2のものをね、3つ、集めることで、ランク3の、トルマリンに変えることができると。で、能力値も倍のね、ダメージ32に上がっていくっていう形になりますので、ぜひね、こう、宝石たくさん集めて、強化の方をしていってほしいなと思います。3個必要になってきますので、ソケットにがね、空きが多い場合は、同じランクのものをしばらく残しておいて、で、数が揃ってきて、上のランクのものに、強化できるってなった時に、強化して、一つのスロットにまとめてあげるっていうような、やり方をしていくといいかなと思います。今回も動画を見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。